米ポッドキャスト番組の X は、ドジャースミゲル・ロハス内野手が出演した様子を動画で公開。司会のクリス・ローズ氏は、さよなら満塁ホームランで40-40を達成した日に、水をぶっかけたりしてセレブレーションの中心になっていたね。ここ数ヶ月で特別な関係になってきたの？と聞くと、ロハスは、ああ、そうだよ。彼のことをチームメイトを超えて、友達だと思っている。ロハスは今季新加入した大谷に、スプリングトレーニングで直筆のメッセージカードを添えてワインを送ったが、この件についても裏話を公開した。ずっと彼のロッカーにカードを貼ってくれているのを見たんだ。捨てなかったんだよ、ずっと保管していてくれたんだ。毎日のように、彼が何かをするか、僕が何かをすることで、僕たちは感情的になるんだ。僕たちがお互いを尊敬し合っていて、同じチームで一緒にいることを楽しんでいるからこそなんだ。と、語った。見るたびにロッカーに貼ってくれてたらそりゃ嬉しいよね。ロハスは大谷にとても好意的でコミュニケーションも積極的に取っている印象があったけど、こういうエピソードがあると腑に落ちる。ワインとメッセージカード、めちゃくちゃ嬉しかったんだと思う。ロハスが新入り歓迎の印に、大谷さんと山本由伸に送ったワインとメッセージカードですね。大谷さんはきちんと礼儀を欠かさなかった、彼らしい。自分が送った直筆のメッセージカードを大切に保管してくれたら、そりゃ嬉しいわな。大谷の人柄の良さがよくわかるエピソード。山本由伸はどうしたのかな？ミゲル・ロハスはベテランだ。最初、ベッツにポジション取られても、明るく楽しく接してる。そんな彼は堅実で、今やドジャースのショートです。ロハスは監督向きな気がしてならん。さすがに時期が必要だけどそうなったら応援しますせ。ロハスは人格者だな。ベッツにショートの守備をつきっきりでアドバイスしてたもんな。ロハスも紳士ですね。大谷さんにはおのずと人が集まるんですよね。いいエピソード。ダグアウトでのロハスと大谷コンビのやりとり、毎回見て和みます。